マルセル・イルハンはトルコの男子プロテニス選手。ウズベキスタンのサマルカンドに生まれ、トルコのイスタンブールに在住している。2009年全米オープンにおいて、トルコ人初の4大大会シングルス本戦出場を果たした。自己最高ランキングは、シングルス77位、ダブルス564位。身長190センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。 フォアハンドのクロスコートへのショットを得意にする選手。イルハンは6歳からテニスを始め、幼少時代からエフゲニー・カフェルニコフに憧れて育った。2006年に19歳でプロ入りし、2007年から男子テニス国別対抗戦でビスカップトルコ代表選手に選ばれる。2008年ウィンブルドン選手権で4大大会予選に初出場。 それから2009年ウィンブルドン選手権までは5大会連続で予選1回戦止まりだった。2009年全米オープンでイルハンは初めて予選3試合を勝ち抜き、トルコ人選手として史上初のシングルス本戦出場を成し遂げた。本戦1回戦でもクリストフロックスを3から6、6から3、3から6、7から5、7から5で破り、 史上初のシングルス本戦勝利を成し遂げる。この快挙は、ダン子ツアー公式サイトでも、イルハン、トルコに歴史を刻むとの賞賛を得た。続く2回戦では、アメリカの超新選手ジョン・イスナーに3から6、4から6、6から7のストレートで敗れた。全米オープンの1ヶ月後、イルハンは、楽天ジャパンオープンで来日する。予選2試合で、 日本の近藤大生と杉田祐一を連覇して本戦入りし、本戦1回戦でガエルモンフィズに敗退した。2010年前後をオープンでもイルハンは予選3試合を勝ち抜いて本戦入りした。本戦1回戦ではフランスのベテラン選手、セバスチャン・グロジャンを6から4、6から3、7から5のストレートで破り、前年度の全米に続いて2大会。 連続初戦突破を果たす。前後の2回戦では、第11シードのフェルナンド・ゴンサレスに3から6、4から6、5から7のストレートで敗れた。全仏オープンでは予選で敗退したが、ウィンブルドン選手権では予選を勝ち上がり、1回戦を突破した。2011年全仏オープンでは予選を勝ち上がり、大会初出場を果たした。 一回戦で故障明けのトミーハースを6から4、4から6、7から6、6から4で破り4大大会すべてで、初戦突破を果たした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。